ジョン・スミス・ジョン・スミスは、イギリスの政治家。1678年から1707年まで、イングランド庶民委員議員を、1707年から1723年まで、グレート・ブリテン庶民委員を務め、庶民委員議長や財務大臣を歴任した。テッドワース・ハウス・テッドワース・ハウスのジョン・スミスと、メアリー・ライトの4、男として生まれた。姉ア,アンは、庶民委員で、 ロンドン市長のサーサミュエル・ダッシュウッドと結婚した。1672年5月18日にオックスフォード大学セント・ジョンズ・カレッジに入学。1674年にミドルテンプルに入った。1679年9月1日、初代順段シャクサー・ニコラス・スチュワードの娘アンと結婚したが、アンが1680年に死去した。1683年11月7日、 第二代順断尺、トマス・ストリックランドの娘アンと再婚した。1690年に、父が死去すると遺産を継承。1692年には、おじ、トマス・スミスの財産も継承した。スミスは、ホイッ党所属で、中道派であり、最初は1679年2月に、ラガーシャール選挙区で、庶民員議員に当選したが、同年8月の選挙では敗れた。 1681年イングランド総選挙でも立候補2選挙区で当選したが、片方の代表となることを選ぶ前に2回が解散された。1689年、ラガーシャール選挙区で再び当選した。1691年12月15日の補欠選挙でベアールストン選挙区の議員になり、1694年に下級大倉卿に任命され、 1695年5月23日に、数密顧問官に任命された。1695年イングランド総選挙と1698年、イングランド総選挙では、アンドーバー選挙区から出馬して、当選。1699年6月2日には、財務大臣に任命された。1701年1月イングランド総選挙で、再選したが、議会における、 勢力再編を受けて1701年3月27日に財務大臣を辞任した。続く1701年11月イングランド総選挙、1702年イングランド総選挙、1705年イングランド総選挙で再選を果たし、1705年の選挙の後に庶民議長に選出された。1706年にはスコットランドとの合同交渉を担当する。 イングランド代表の一人になった。1707年合同法の成立に伴い、スミスはイングランド庶民委員最後の議長で、グレートブリテン庶民委員最初の議長となった。1708年イギリス総選挙で再選した後、1708年4月22日に財務大臣に任命されるとともに、庶民委員議長を辞任した。その後、 議会解散に伴い1710年8月11日に財務大臣を辞任。1710年イギリス総選挙で再選した後に財務省水敵官に任命された。1713年イギリス総選挙では自身が政府の統制下に置かれているとの指摘に起こり立候補しなかった。1714年財務省水敵官に再任。 以降1723年に死去するまで務めた。1715年イギリス総選挙と1722年イギリス総選挙ではイーストロー選挙区で当選したが財務省水道官の官職以外は一議員として活動し大臣職に就くことはなかった。1723年10月2日に死去、サウスティットワースの旧教会に埋葬された。 二人目の妻との間で、メアリー、アン、トマスなど4男3女を設けており、うち長男トマスは、保育党所属の庶民議員になった。ありがとうございます。